はい、どうも、こんにちは。自転車返してです。いやー、ちょっとこの間さ、他の人の実況を見ててふと思ってんけど、イケボって羨ましいなと思って。なんかもうイケボなだけでさ、こう特に面白いこと言ってるわけじゃないねんけど、なんかこう見入ってしまうっていうのあるやん。だから俺今回ちょっとそれに、まあ、憧れてっていうわけじゃないけど、ちょっと今回、ちょっとこう、自分なりのイケメンボイスでやっていこうかなと思って、ちょっと実況始める前にちょっとイケボ調整させてもらっていい？初めから、OK。ということで、今回は、こんな感じの声でやっていきたいと思います。声変わってないって？つまり、そういうことや。やっていこう。というわけで、前回は、そうそう、森の奥に潜むメイドを、まあ、探しに行こうかっていうところで終わったんで、やっていくか。ちょっと音ちっちゃくしていい？意外にいい暮らししてるやん。もっとなんかこう、ひっそりとこう、しみじみと暮らしてんのかと思ったら、意外にいい暮らししてるやん。真鍮の鍵はここで使うんか。なるほどね。ひっそりと暮らしてた。案の定ひっそりと暮らしてたわ。そんなさ、せっかくこんな家広いねんから、そんな隅っこにいんでいいやん。ここは？元は木こりの休憩所だったみたいだな。そもそも木こりって何？そういう職業やっけ？今はばあさんの物置ってところか。ばあさんの物置結構暮らせるような設備が整ってるな。え、もう入っていい？いきなり入るのはちょっとタブーよな。ちゃんと調べてから行くか。おい、来た来た来た。淡い光を放つ石のかけらがある。おお、何？見覚えのある光な。また発狂するか。あ、何？こいつ光を見たら発狂するタイプの髪やっけ？効果が切れてるのか。あ、光の効果が？月を見たら狼になる的な？そういう意味合い、今の。お手伝いさん。もう全然お手伝いさんの方向向いてなくない？それ。あ、ちゃんと斜め向いてんにゃ。すげえ。目の前で人が殺されて錯乱してるんだろ。錯乱してるってよりかは、ただどんよりしてるだけのように見えるけどな。喋られたらまずいから連れてきただけだ。あー、なるほどね。証人を抹消するみたいな。よ。反応がない。じっと座り込んでいる。傍らに何か落ちている。引き出しの鍵。まさかお手伝いさんこれだけじゃないよな。ああ、ここが。これか、これか。そんなかわいそうな役目じゃないよな。え？引き出しの鍵？え？嘘やろ？お手伝いさんこれだけ？引き出しの鍵要員。いや、それさすがにかわいそうやって。こっち行けるんちゃう？無理か。ちょっと引き出しの鍵まで、カットしようと思ったけど、これでやること終わったん？お手伝いさんかわいそすぎひん、それ。試作1号は、ああ、てめえが持ってたか。こっちによこしてくれ。お！この顔は、出たぞ、カミーユの顔で物語るシーン。渡さないぞ、的な顔してるな、これ。この薬を飲んだら、ステル君は消える。そりゃ、そのための薬だからな。預かった記憶がロゼッタに戻ることもないだろう。ほうほうほう。ほうほうほう。俺のことも忘れるから悲しんだりもしないだろうさ。ま、覚えてたとしても悲しむかどうかは別やけどな。あららー、セーブしときゃよかった。え、でもこの顔どう見ても渡さへんっていう顔してるよな。この顔であえて渡してるか。こいつ最低や。ドヤ顔で、絶対渡さないぞみたいな顔して、もうすっと渡しよったわ。よし。もうやめろって。何頼みたいことって。何？あ、なるほどね。ロゼッタちゃうわ。カミーユのあれは、ステルの決心を受け入れた顔やったんか。まず、ロゼッタを家まで送り届けること。ついでに、おうおうおう、あの小屋のお手伝いも連れ出しておいてほしい。あの様子なら多分誰にも何も喋らないだろ
わかったよ。それからマッチはもう持ってたな。それを使ってばあさんの家を燃やせ。ほうほうほう。あの家にはまずい痕跡がいろいろ残っている。それに何より犯人の死体がある。隠してもいつか見つかる。なら消すしかない。すげえ男らしいな。マリーさんとの大事な思い出の場所でも。あ、ロゼッタのこれからのためにな。これなんか、バッドエンド1か2か3か忘れたけど、そこいらへんのエンドでも家燃やすエンドあったよな。仕方ないんだね。じゃあこれなんか一緒になっちゃうんじゃ、結局、そのエンドと。これで全部だ。全部終わった。さよならだ、ロゼッタ。あー、危ない。噛みそうになった。うわぁ！飲む前になんか言ってほしかったな。飲むぞみたいな言ってほしかったな。ちょっとこっちも心の準備ができてなかったわ。ロゼッタになった。名前がロゼッタになった。ロゼッタちゃん、体はなんともない。ロゼッタちゃんってさ、今まで喋ったことあったっけ。大丈夫なんだね。よかった。ロゼッタちゃんもあれか、顔で全てを語るタイプの人か。お前ら顔だけで会話できそうやな。家に帰ろう。送っていくから。何何？気づいてないの？涙は。泣いている？どうして？わからない。赤ずきんはおばあちゃんの家に一人で行きました。そして森に住む心優しい青年に家まで送り届けられました。青年はまた行方不明のお手伝いさんを見つけ出しました。事件解決への一歩かと思われましたが、お手伝いさんは何も覚えていませんでした。その上、おばあちゃんの家はなぜか燃えてしまいました。警察しっかりしろよ。マッチで燃やしたんやろ。絶対頑張ったら原因突き止められるやろ。犯人はもう見つからないのかもしれません。一方の赤ずきんはまるで抜け殻のようでした。涙が出るのにそれがなぜかわからないのです。大切なことを忘れてしまったような、そんな気がするのに。まるで心の半分をなくしてしまったかのように。まるで心の半分をなくしてしまったかのような顔やな。そのまんまやったら星の狼。どういうことや。おお、真実まであと少し。つまりあれやな、さっきの分岐点がやっぱりもう真実ってことやな。カット。全く気にしてなかったけど、お手伝いさんから盗み出したあの引き出しの鍵、これ使わんもんな。ハートの薬渡しちゃったら、これ渡さないを選んだら多分今後も若干ストーリー続いていくんやろうな。壊す。おい、何してんだ。何してやがるバカ野郎。それがないとロゼッタが。落ち着いて息が。まずは会話しよう、顔で。ゲホ。どういうつもりだ、犬耳。手を滑らせたとか言うなよ。ステル君はロゼッタちゃんをすごく大事にしている。見た目は同じなのに、ほうほうほう、兄弟みたいに見える。だからどうした？守るのに必死で忘れてないかな。ロゼッタちゃんだって君のことが大事なんでしょ。それは当たり前だろ。俺以外の誰がロゼッタを守れる。うん、そういうことじゃなくて、逆にステル君はどうしてロゼッタちゃんが大事なの？何これ、そういうなんかメルヘンチックな展開これ。その体に君一人なら楽になったりはしないの？ほうほうほう。バカ言ってんじゃねえよ。たとえ自分の体があったとしてもロゼッタがいなければ意味ねえよ。ほうほうほう。一心同体ってことやな。だって君たち元は一人なんだから。ああ、まあ確かにね、確かに。何してもだ、他の方法探さねえと。いや、引き出しやろ。もう紙言う。はい。お前はバカなのか賢いのかや、わからんな。褒められてるのかけなされてるのかわかんないな。そのまんまの返答したな、お前。よし、
き出しを探しに行くか。引き出し？引き出し？引き出し？あ、お手伝いさんが持ってたってことは、やっぱお手伝いさんの部屋にあるんちゃう？これちゃう？これか。これやな。あれ？まさかお手伝いさん。マリーさんの部屋の引き出しの鍵を持ってるんじゃん。あ、ちゃうわ。お手伝いさんの部屋ここや。ごめん、お手伝いさん。お手伝いさんの部屋勝手に台所にしてもだ。ここやな。日記帳がある。読む。部屋の片付けが終わらない。物を溜め込みすぎた。明日はロゼッタちゃんが来るはずなのに、この部屋にはお招きできない。鍵をかけておこうか。それなら片付けで急ぐ必要もないので、アップルパイの仕込みをしようか。パイ生地をこしらえて寝かせておいて、あと明日の朝の下準備もしておこう。真面目やな。だいぶ気が楽になった。先延ばしにするのは良くない癖だと実家の手紙にも書かれてたっけ。そういえばマリーさん宛てのあの手紙が最近ここに来ない。文通友達。あー、なんやっけ、なんかその話あったな。体調でも崩されたのだろうか。あ、文通友達に殺されたやっけ。これって事件の前の日？最新の日記だろうな。そんなブログみたいな。え？おいおいおい、マジか。血だまり。これって。察しの通りあの野郎の血だ。だが死体がない。え？あの野郎って誰？あの野郎は犯人？え？おい、マジかマジかマジか。あれ？じゃあ、え？バラバラでなんか桶に、桶茶は、壺につけられてた手首とか、あれ誰の手首？あれ分からへん。あー、やばいやばいやばい。今はロゼッタちゃんのことを最優先だよね。あ、分かってるっての。4桁の数字、何か手がかりがないと無理だよね。そういや、よくよく考えたけど、考えてみたら、初謎解き的なこと来たぞ、ここで。まさかこれで傷口を塗ったとか。うえー、難しい、何これ、中国語？蓋に血がついてる。いろんなものが詰め込まれてる。古い新聞。1ヶ月前、村の共同墓地に置き去りにされていた。赤毛で推定7歳前後の少女と見られる。自分の名前を喋れない発達障害的な。発見した何々学園の引き取る申し出をなんちゃら。子供の写真が載ってる。見せてくれ、子供の写真。これフラグやな、おそらく。これがフラグというやつですな。なんか哲学の本を読もうとしたら、大量に紙が落ちやがった。なんだ、大量に落ちやがって。手紙か。手紙がある。親愛なる M へ。久々の手紙で驚いて。あ、これ文通友達じゃないですか。変わりないようで何よりだ。他でもない君からの依頼、もちろん引き受けよう。君の大切なお孫さんロゼッタちゃんのためでもあるけれど、この国の全ての子供たちのためにも調べる必要のあることだ。何、急に耳が生えてくるから。必ず真実にたどり着く。あの鉱石を見つけ出したようにね。J より。ばあさん宛ての手紙か。相手は探偵の類か。鉱石。鉱石？わからへんな。とりあえず読みまくろ。親愛なる M。結論から述べよう。おお、いいね。結論から述べるタイプの J 好きやわ。君の読みを当たっていた。学園の生徒が行方不明になる事件が過去数年何度も起こっている。それが表沙汰になっていないのは消えた子供が訳ありだったからだ。ほんの少し普通とは違う。今のロゼッタちゃんのように。ただの人身売買じゃないと思う。もっと大きなものが後ろにいそうだ。もうしばらく潜伏してみる。体に気をつけて。J より。行方不明に人身売買。急にきな臭くなってきたな。もう急にとんでもないぐらいわけわからんくなってきてる俺。M へ。
あれ、心外なるが抜けた。手紙はすべて燃やしてくれ。あの学園と関わってはいけない。絶対に見つからないようにするから。君と出会えたことは決して後悔しない。 J より。え、分からへん。端的に言えば、そう、もう最初から端的に言ってくれたらよかった。一つの人格も持てないという障害である。お、何、ロゼッタちゃん。別れた人格との会話や名前をつける行為は隔離をより進行させるため良くない。あ、会話してたな。で、ステルっていう名前もロゼッタちゃんがつけたよもんな。うわー、なるほど。やから全然喋らんかったんか。なるほど。この先どうしよう。お、あ、0815や。ロゼッタちゃんの手作りかな。よくわかったのは、ばあさんへの誕生日プレゼントだ。ばあさん、自分の誕生日パスワードにするとかやめた方がいいで。今度すぐバレてまうって。俺みたいにさ、なんか諸行さん、公費さんの逃避数列とかをこうパスワードにした方がいいで。小さな銃を手に入れた。ばあさん、ばあさん、何ちゅうもんタンスに隠してんねん。これって本物？偽物だったら金庫に入れないだろ。おお、弾はこれか。確かここから詰めて。ばあさんの形見でありがたく使わせてもらうさ。ベッドのそばにでも置いてたら返り討ちにできたかもな。ああ、なるほどね。その、犯人をね、ばあさんの手でね。ちょっとセーブしとこ。これじゃあもう、これ犯人とも出会うパターンやろ、絶対どっかで。もう、あとはどこで出会うかの問題だけになってきたな。よし、出会うまで俺頑張って喋り続けよう。あ、でも俺なんとなくもう出会う場所わかる。俺絶対ここやわ。もう普通にここやわ。じゃあ。何今のリアクション。じゃあって何？え、し、ごめん。思いっきりじゃあっつっちゃった。お、探偵や。探偵の類のやつや。こいつ探偵のくせに全く俺らに気づいてない。誰かが家に入ってきた。野郎、戻ってきやがった。あの面しっかり覚えてる。包丁で刺したやつに間違いねえ。まあいい、好都合だ。今度こそ確実に仕留めてやる。行くか。行くぜ。これどうやって銃使うん？探偵が行きそうな場所はここやな。なんちゃって、ここやな。ほーい。え、それは水の音聞こえるやろ。え、まさか何？探偵このタイミングで水遊びしてんの？お風呂で？いやいやいや、出血多量もええとこやろ。大丈夫？え、これほっといても絶対死ぬでこいつ。見て、何か笑っているようだ。どうすんやろ。めっちゃ洗ってるやん。あ、絶対何してやがるんだ。わからない。案外今なら不意打ちも。お、どうした。神湯、野生の勘が。え、誰なん犯人。やから J やろ。もう出会えたことは後悔しないってことはそういうことやろ。先生の目がない、見つからない。お、ついに、ついに神湯のダブルイヤーがここで役立ったな。先生の目がない、見つからない、探さなきゃってつぶやいてたらしい。先生の目、先生の目。どうやらあいつは2階、先生の目が2階にあるってこと。あいつが持ってったものなら、あいつがいたところにあるだろう。すっげえ分かりやすいヒントくれたな。
このまま返すつもりはないが、返り討ちに会うつもりもない。何かでおびき寄せてどこかの部屋に閉じ込める。その隙に、ほうほうほう、先生の目とやらを手に入れればなんとかやりやすくなるかもな。まずはおびき出す道具だな。音の出るものとかなら倉庫に何かあるかな。これじゃあかんの。また倉庫か。もう自ら、あ、これちゃう？レイジオ。レイディオ。戦争絡みの放送を嫌ってしまい込んだってところが。いや、その予想はもう、はなはだお前の主観でしかないやん。レイディオ。壊れかけのレイディオ。曲名だけ知ってるけど、歌聞いたことないから、すごい恐ろしいことになってしまった、今。え？壊れかけのレイディオどこで使うん？あ、あ、待て、ここだね。あれ、いや、ここでしょ。紙を待機させる。一人の方が動きやすいからな。やべ、こいつ愚直に待機しすぎやろ。やめてくれって、お前もう少しさ、なんていうの、こう恥ずかしいと思わへんの、お前捨てるの言いなりになって。ちょっと連れてくわ。お前ここにいたら邪魔やわ。お前はここで待機しとけ。お前もう人形のごとく待機してるやん。もうなんかかわいそうやな、カミユ。ここにラジオを置くと。ほんでここに閉じ込めんねやろ、おそらくな。メイビーね、メイビー。あ、レディオを鳴らすか。やばいやばい。え、うわわわ、いや違うやん。ちょっと様子を伺いに行っただけやん。ちょい、カット。行くで。で、俺はここに隠れる。で、出る。あれ。わかったわかった。わかったわかった。このまま続行。カットなしで続行。わかったわかったわかった。ああ、間に合わへん。はい。あれれ。おっしゃ、早い。お手伝いの部屋の鍵で外側から施錠した。早く。これでしばらくは時間ができた。あれ？紙入れ放置？お、ビーズ。あいつビーズを探してたん？怖いな。あ、やっぱり。ずいぶん静かにドアを壊してくれやがったな。さすが探偵。うわー、ビーズを投げる？え？ビーズで対抗する？いや、あえてこれっていう可能性もあるな。なんかビーズがこいつにとって多分すごい大事なものやから、ビーズを投げて、それにこう犬のごとくこう群がってる瞬間に逃げるぽい。ほらよ、やばい。あ、え、ビビるぐらい作戦通りやと思ってんけどな。お、よしよし、やっぱり俺が逃げ、これはまさか、あの時の経験を生かして。おう、これはとんだデジャブだな。だが今回は単独じゃない。ステル君助けて。お前やめろ、情けない。え？
まさか1日に2回も落ちるとは。その体勢でお前冷静に喋り出すのやめろ。面白すぎる。なんだこれは、ぬいぐるみ？動くんじゃねえ。めっちゃ体調悪そうやん、こいつ。もしかして先生ってそれ？この固めの取れたぬいぐるみが？どうしてマリーさんを殺したの？私は先生に従うのみでさ、こいつやばいやつやな。ぬいぐるみの言いなりで人殺し。笑えない冗談だな。言えよ。何を？できません。許されていないのです。話が通じないなら死体と大差ないな。てめえの頭ぶち抜いてやろうか。埋めようが、燃やそうが。おい、てめえの言う先生とやろう。聞き出そうとしてるやん、しっかり。てめえのことを四六時中見てて話しかけてくるのか。なんかこう、思い当たる節があるんじゃん。てめえ以外の誰も知りようがないことも把握してるのか。眠ってる間も話しかけてくるんだろ。ズバリ言い当てられてる感があるな。そのぬいぐるみは先生じゃない。うわあ、これあれか、ステルとロゼッタちゃん的な関係か。てめえ自身の声を先生の声だと、そう思い込んでるだけ。あれ？うちに秘めたるロゼッタちゃんがやってきたんじゃ、これ。本当にいるのは自分一人。私と同じ。ロゼッタじゃん。どうしてほしい？撃ってください。え、あ、なるほどね。びっくりした。本当は誰も他にいなかったんですね。私のことを救ってくれた先生はどこにもいなかった。撃ってください。今度は私を。従うままに多くの人を殺めてきました。許される命ではない。私はあなたを殺さない。あなたが誰かの手や自分で死ぬことも許さない。あなたが殺した人のことを、あなたと先生を利用していた人のことを、真実を語って生きて償って。うん。私もそうするから。神言う。めっちゃやれやれみたいな顔で締めくくったな。いや、相変わらず俺はちょっとね、ホラーゲームというか、こういうストーリー調のゲームっていうのは俺の理解力じゃ完全に一回で把握することはできないねんけど、まあ、言いたいことは分かった。つまり、なんか現実にも起こりうりそうな感じの話やったっていうわけよな、最終的には。あれ、合ってるかな？これでよしと。なかなか来れなくてごめんね、父さん。これ父さんの墓やったんか。俺、おばあちゃんの墓が即興で作られたんかと思った。それにしてもここ見晴らしいよね。母さんが戻ってきたら父さんが一番に気づくね。あ、お、ロゼッタちゃん久しぶりだね、元気？うん。花を摘んでたの？うん。おばあちゃんとお父さんのお墓に持っていくの。ねえ、ロゼッタちゃん。ステル君はもういるんか？ちゃんといるんか？おう。さあな、ステルもだってロゼッタちゃんやもんな。俺の声がもうお前に聞こえなくなったって、いつだって一番近くにいる。お前がどんな生き方を選んでも、ここにいるぞ。エンド7や。一番いいという噂のエンド7。赤ずきんの狼。あなたは真実にたどり着いた。
はあ。いや、これはちょっと生半端な理解で俺がペラペラ喋るより、みんなに全てを委ねた方がいいと俺は今思ってるんで、めっちゃ無責任やけど、とりあえず一旦終わりにするか。俺あかんわ。ここでなんか意味不明なこと適当に喋ったら、なんか全てが台無しになるような気がする。とりあえず収録時間も、今もう42分で、多分カットしても30分とかになってると思うんで、とりあえず今回は一旦ここで終わりにしたいと思います。で、赤ずきんの狼、エンド多分全部回収したよな。したな。してると思うんで、まあ、とりあえず、前も言ったように、次回、実況したいゲームが見つかるまで、とりあえず、活動は一旦休止したいと思います。赤ずきんの狼の実況、ご視聴ありがとうございました。まあ、次回、いつになるかわからんけど、まあ、1ヶ月ぐらいかな。1ヶ月後ぐらいに、またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。さようなら。